こんにちは、AK 戦車吉です。本日は車のガラスの、油膜取りと撥水ということをやっていきたいと思います。で、参考にするのがミンカラっていうですね、みんなのカーライフっていう、まあ、車のことに関して皆さんと共有する SNS のサイトみたいなのがあるんですけど、その中で、洗車の道具とかを、皆さんの投稿をもとにランキングを毎年ね発表されるんですよ。で、上半期のランキングが発表されまして、これがクリーンビューさんのこちらの商品が、撥水部門で1位を取ってて、で、油膜取りの部門で、これ有名ですけど、まあ、プロスタッフさんのヒーロビンゴールド、これが1位を取ってたんで、まあ、ちょっと2商品とも僕使ったことがないので、これを実際に使ってみたいと思います。で、まあ、ただ使うだけじゃちょっとあれなんで、僕はこれをガラコ普段使うんですけど、まあ、初心者の方は結構手出やすいと思うんですけど、これとどれぐらい違うのかなっていうのを、まあ、ほとんど違わないかもしれないですけど、実際に使ってみたいと思います。では、お願いします。はい。では、早速ですね、油膜取りの方から、順に行っていきます。で、今日はちょっと3分割にさせていただいて、で、一番奥が、本当に何もしてない状態。だから、油膜取りもしないですし、撥水もしないで、普通にもう買った状態のままのガラスということになってて、真ん中は、いわゆる1位を取った2つのセットを使って、一番手前が、ガラコを塗るという形にします。で、まず、油膜取りの説明から。こちら黄色瓶ですね。これを、まず使うんですけど、付属でこういうスポンジが入ってたんで、これに、中の液を取って、ガラスに塗っていくというものになっています。で、ガラコさんが、これはスポンジとかは付いてなくて、こういうペンタイプになってるんですけど、この真ん中から液がバッと出るので、それをこう押し当てて、ガラスに直接塗っていくものになってます。で、ともに放置時間は5分から10分ということなので、ちょっと今日はお手伝いを入れて、同時に塗って、5分、10分放置してみたいと思います。はい、油膜取り塗って、まあ、大体5分、10分、10分ぐらいですかね、今回置いたんですけど、こっちがガラコで、こっちが黄色瓶なんですけど、まあ、綺麗にどちらも取れてますね。これ水でもう一回流しても、こんな感じで、しっかりと綺麗に取れています。で、一番奥は何も施工してないので、ほんと若干なんか弾いてるような弾いてないような感じにはなっています。まあ、油膜取りはなのでどちらも素晴らしいなと思います。はい、油膜取り終わって、流して拭いたので、次じゃあ撥水を塗っていきます。このクリーンビューさんの真ん中で手前が僕これ使ってるからこの、デカ丸ってやつですね。ここの面が大きいやつなんですけど、それぞれ塗ってみたいと思います。で、これも塗って、5分から10分放置して、これは水拭き、固く絞った、雑巾等で拭くっていうことなので、そこまで行います。こちらも、5分10分放置したので、濡れた雑巾ですね。これよく絞ったんで拭かないと、綺麗に取れないので、
でよく絞っててもこの固まったのが結構こびりつくのでしっかりと拭くようにします。はい、では、撥水を塗って時間を置いて、しっかり拭いたので、水を流してどれぐらい違うかっていうのを見ていきます。ちょっと分かりやすいように、撥水剤だけ並べさせてもらっているので、こちらを参考にご覧ください。一番、向かって左側ですねは何も塗ってないので何も置いてません。では水かけてみます。いきまーす、はい、まあ、奥はちょっと残りなので、まあ、弾いてはいますけど、まあ、やっぱり弾けは悪いですね。油膜も多分ついてますし、真ん中2つ どうですかこれ違い、こういう感じですね。もうほとんど僕としては一緒かなって思うぐらいの、すごいですねすごい、めっちゃ弾いてますね。大体場所もこの辺はしっかり弾いてて、で残ってる箇所も大体一緒なの で上の方も同じような感じで残っててっていうことなので、これ優劣つけがたいですね。まあ優劣をつけるために動画を撮ってるわけじゃないので、まあこんな感じで弾きますよっていうのが皆さんに伝われば一番かなと思います。ちょっと次内側から映してみようかなと思いますので、内側に移動します。はい、では内側行きます。こんな感じですね。こっちがガラコさん、こっちがクリーンビューさんで、一番奥は何も塗ってないので、まあこういう感じですね。何も塗ってなかったら皆さん分かるようにもうなんかこうべったりしちゃうんですけど、やっぱ手前2つはすごいですね。この弾きどうですか、まあ、ちょっとちょっとこの辺が残るかなっていう感じがしますけど、まあでもこの下のあたりとかの弾きはもう本当に抜群にすごいかなと思います。違いはほとんど見受けられませんね。はい、では全ての作業を終えましたので、まあ軽くですね使ってみた感想とか、まあ総評みたいにしてみたいと思います。まず油膜取りの方からですね、そうですね、油膜取りのなんていうんですかね、油膜の取れ方とかはどちらもガラコさんもこのティーゴビンさんも良かったです。全然なんですね、こっちが取れないとか、取れにくいなとかなかったんですけど、使いやすさで言うと、僕はですよ、僕は、ガラコさんの方が使いやすかったです。っていうのが、これ、付属のスポンジに取って塗るんですけど、やっぱいちいち取って塗って、取って塗ってってことになっちゃうんで、ガラコさんはこういうスティックタイプなので、直接こう、塗れるので、それはすごいいいなと思ったんですけど、この油膜取りの、なんていうんですか、良さで言うと変わらないですが、使いやすさで言うと僕は、ガラコさんの方がいいなと思ったんですけど、まあ、これはこれで全然悪くないなと思います。消費量に関しては、こっちの方が少ないと思います。一気に、なんですか、ドバッと出たりすることはなく、調整がしやすいので、中身の減り具合はこっちの方が少なくて、コスパ的にはおそらくこっちの方が僕はいいんじゃないかなと思います。で、撥水の方は、まあ、見てもらった通りなんですけど、本当にわからなかったです。ごめんなさい。もう、どちらも素晴らしかったです。なので、まあ、値段で見てもらえれば、あれはまあ、デカ丸っていう、ちょっと版が大きいやつなので、ノーマルサイズだとこれ一緒ぐらいなんですけど、ただこれは、こっちのクリーンビューさんのここの版が大きいので、で、値段はおそらく、ガラッコさんのノーマルと変わらないか、ちょっと高いぐらいか、なので、まあ、こっちの方が僕は、この撥水に関してはいいんじゃないかなと、思いました。あと、これパッケージに書いてたことなんですけど、この形がちょっと特殊になってて、角、屋根の角とかに、こう、入りやすくなっている作りになってて、ガラコさんのは、こう、くびれがなく、ここが丸いので、そこが角に当たってしまって、塗る面が、なんていうんですか、奥まで届かないっていうのが、まあ僕も実際使ってて、それは思ったことがあったんですけど、これは、
ここがちょっとくびれてるので、ガラコさんのものより奥に塗りやすいっていうメリットがあるので、まあ、その面も含めると、こっちのクリーンビューさんの撥水コートは、非常に使いやすくて良かったんじゃないかなと思います。まあ、撥水の違いは本当になかったので、まあ、お値段と、使いやすさ、お好み、まあ、組み合わせていただいて、皆さんぜひお試しいただければなと思います。はい、今回の動画はこちらで以上となります。また、前回の動画、今回の動画含めてですね、何か、ございましたら、ご意見とございましたらコメント欄に、ぜひお寄せください。で、次回以降もですね、いろいろと企画、まあ、撥水コート以外のものになりますけども、考えておりますので、そちらもお楽しみにお待ちください。本日もご視聴ありがとうございました。